パイステはスイスのシンバルメーカー。日本ではジルジャン、セービアンと共に三大有名メーカーと称される。エストニア出身の両親を持つロシア人のトーマス・パイステによって1901年ロシアで創業。1917年にロシア革命の影響でエストニアに移転。トーマスの息子のミヒケル・パイステの代になって1940年に 第二次世界大戦が勃発すると、ポーランドへ再移転。第二次世界大戦が収まった1945年、今度はドイツへ移転。さらに1957年に、スイスへ移転し、現在のピスティ社へとつながる。2003年からは、ミヒケルの孫にあたるエリック・パイステが代表となっている。本社のあるスイス以外にも、ドイツとアメリカにオフィスを展開している。 パイステのシンバルパイステは、現在、最高級ラインである、トラディショナルズ、ダークエネルギーから、高級ラインとして認識され、プロにも使用者が多い、シグネチャー、同社で最も著名で愛用される、2002シリーズなど、豊富な種類のシンバルを販売している。かつては、スタンブル、スイミルナ、ランバ、フォーミュラ6 0二サウンドクリエーション、101、404、 505、1000、2000、3000、イノベーションズ、ディメンジョンズ、カラーシンバル、など、非常に様々な個性を持つシリーズが販売されていた。特に、フォーミュラ602と、サウンドクリエーションは、ジャズ系に非常に人気が高く、現在新品は、ほとんどなく非常に高額で取引されている。フォーミュラ602は1960年に、 サウンドクリエーションは1970年代、2002は同じく1970年代に発売された。パイステを代表する2002シリーズの名前の由来は1970年代に未来的なサウンドということから西暦2000年代に通用するサウンドを予測して付けられた。その予想は見事に的中し、2002シリーズは21世紀の現在、 世界的に不動の地位を確立したシンバルである。また、シルバーメロー、フルクラッシュ、クリスタルクラッシュ、ノボチャイナなど、他社にないデザインやシンバルの名称も特徴的である。値段は総じて他社より高めに設定されている。など、ありがとうございます。